食べ物って怖いかもしれないなっていうところがちょっと変なの今回収録したんで聞いたんでその話をちょっと何それどうもよしです本日の怪談を浴びる会のゲストは松竹芸能の松原谷さんです。化粧のものか魔性のものか正体を表せ。うるさいな。なんで言ったんや今早口で化粧の人やじゃん。なんで言ったん？なんで言ったんですか？化粧のものか魔性のものか正体を表せっていう。そうあんたがまず自己紹介せんと。あそうか松原彼氏です。ほんまやな。いやいや。あんた言うてまいりましたけども一応先輩ですからね。谷さんいや そうなんですか。えそうなんですか。1年先輩じゃないですか谷さん。あそのぐらいか。もう分かんないですもん。まあでも年上なんで。そうなん。言うて年上やからやっぱ。まあ毎回説明してますけども、はい、谷さんといえば事故物件住みます芸人と言われる、はい、まあいわくつきの物件に今何年ぐらい住まれてるんですか、はい、今年10年10年で何件目ですか17件目すごいよな、はい、でまあその中でいろんな体験をされてると思うので、はい、まあその話じゃなくてもいいですけども、うん、ちょっと怪談チャンネルなんでちょっと怪談を聞きたいなと思いましたそうですよねだから事故物件のまあ本とかずっと書いてたんですけど、はい、今年もう発売されるかな、食べ物の怖い話の本出すんですよ怖い食べ物っていう面白そうなもんそうそうそうでまあ事故物件も一応関わってたりはするんだけど、はいまあ、そもそも食べ物って怖いかもしれないなっていうところがちょっと何だろう発着点というか入りおもろそうそう、まあ、でもそれも、はいきっかけっていうのが、はい、16軒目に借りた物件っていうのが1ヶ月か借りてないんですけど、うん、2年間家賃滞納した人が、はい、その、まあ、大家さんに言われたその不動産屋みたいな人がその人の部屋見に行ったらもう白骨化してたんですよだいぶ前に亡くなられてだいぶ前になってます、うん、だから多分2年前の時点で家賃滞納してる時点で亡くなってたんで、ね、うわーかわいそうで警察がその骨を回収して、うん、でもう残置物そのままの状態えクリーニング入らずまだクリーニング入ってない状態でその部屋を谷さんどうですかって言われたんですよえ掃除から入るってことだからそこは掃除するんですってその不動産屋はね不動産屋入るって決まったら決まったらあ、はいはいはい、でそのリフォームして、店舗に住むのか、はい、住居にするのかはまあちょっと後で決めますけど、はい、その掃除する前の状態1ヶ月だけなら貸せますけどどうですかって言われてする前のうんうわで借りたんですようわで借りた時にまあすごいゴミ屋敷って言ったらいいのか分かんないけどめちゃくちゃサブカル好きな人でその亡くなった人の部屋がね、うん、なんか本漫画とか、うん、フィギュアとかがもう床に散らばっとるんですよ、うん、でそのだから埋め尽くされてるその雑誌やフィギュアの中に、うん、一角だけ人間の形した土のスペースがあるんですよね土のスペースそう土があるんですか土がある、はあでこの土なんやろうなと思って警察がなんか回収した後になんか匂い消すためにあったとかなんかかなとかでも、はいはいはい、そんなことするかなと思ってでよくよく考えるとむちゃくちゃ虫湧いてるんだよねその土にで警察ってこれ特殊清掃の僕バイトとかも体験でしたことあるから聞いたんですけど言ったら持っていける遺体しか持っていかないんですよ警察ってだから例えば遺体がもう腐敗してて回収したけどこの頭皮がベロってくっついて地面に髪の毛が残ってる状態なんていうのはザラにあると、だからそう考えたら警察は多分、まあ、骨になってたんで、うん、骨を回収したんだろうと、うん、でこの骨以外の部分が、うんうん、言ったら虫にやなんやに食べられて、うん、でまたそれを排泄したものをバイクテリアとか分解して、うん、これ2年かけて土になってんじゃんかとでそれを僕回収しましてですねえ土を土だから高校球児みたいにそうそうそうもう泣きながらねほんま匂いがきつくて泣きそうだねだから回収してで、まあ、この土で作物作ったらどうなるんだろうっていうところから始まったんです変なのもう変なことしてわ
それがまあ今回の大きなテーマではあるんですけど、その辻で作物は作ったんですか？作った。かいわれ、まあまあすぐできるものがね、すごかったですよ。もう生命力がキュニューって伸びて、養分がすごい。いや、わかんないけどね、なんで養分吸収してんのか。ブワーって。それ食べたんですか？それ食べました。どうでした？まあ、すっごい主張が強かった。もうむっちゃ辛かった。へぇ、っていうのが、はい、まあ、はい、出るんですけど、そんな前、はいはい、まあ、その中にいろんな食べ物の話聞いて、はい、まあ、食べ物の話というか、まあ、食べ物の話ももちろんあるんですよ。何の話だったかな、ぜんざいの話とか、クッキーの話とか、うん、ケーキの話とかいっぱいあるんですけど、うん、ちょっと食べ物自体ではないんだけど、焼肉屋さんの話が、うん、今回収録したんで聞いたんで、その話をちょっと。どういう話ですか？これ焼肉屋さんは、まあ、知り合いのお父さんが焼肉屋さんを、まあ、大阪でやってるんですけど、なんかめちゃくちゃ、もともとその人も怪談好きな人というか、霊感があるのかなんかで、で、まあ、自分で焼肉屋さんの店舗、なんか新、うん、なんていうかな、もう新築の店舗みたいなのを、うん、安くてちょっと駅から離れてるけど、うん、借りまして焼肉屋を始めたと、うん、でもめちゃくちゃラップ音がすっげえ鳴るんですよ、うん、まあ新築だから鳴るのかなとかね、やなりみたいな、やなりがね、うん、でもそのお父さんね、店長さんね、もともと霊感があったから、なんか自分の実家でラップ現象を聞いたりとかも、もう慣れてるから、うん、まあ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 どっちでもええやと思ってたと、やなりでも幽霊が鳴らしてるどっちでもええやと思いながら、うん、1年ぐらいこう店を運営してて、で、まあ、ある時1年経って、若いバイトの宮君っていう二十歳そこらのバイトの子と営業終わりに、まあ、余った肉というかまかないを食べてたと。で、食べながらラジオ聞いて、なんか阪神戦かなんか聞いてる。なら、このミヤ君、バイトのミヤ君が、ちょっと、マスター、ラップ音がめっちゃくちゃ鳴ってますよって言うんですよ。で、マスターもちょっと野球中継に夢中だから、うん、ラップ音ぐらい鳴るがな、もうほっとけ、みたいなって食べてるんですよね。いや、でも今日のはめっちゃやばいですよ、みたいなミヤ君が言うと。うん、何がおかしいねんって聞いたら、確かに、いつもよりめっちゃ鳴ってると。パン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 。見積もりになってるなと思ったら、その店の入り口ぐらいからシャリリーンって音が鳴る。シャリン？おい、ミヤ、何や今の。シャリリーンってなったな。なりましたね。何や、ちょっとあれかな、入り口の照明が落ちたんかな。でも落ちたんやったらドーンってなるはずだな。ということはちょっと見に行くぞって言って、で、まあ、厨房の、まあ、割れシャンデリアみたいな、照明が落ちるんだったらガラスが割れてるわけだから、厨房にあるその掃除道具取りに行くと、一回ちょっと厨房入って、うん、で、そのほうきなりを取ろうとしたら、その厨房に窓があるらしいんですけど、うん、その窓になんか黒い影がなんかシューって通り過ぎていくのが見えたと、うん、おお、なんや今の黒い影、真っ黒クロスケみたいな、なんかあのトトロの、なんや今、見や、見たか、はい見ました、なんすかねあれ、うっ、ちょそれも見に行くぞって言って、で、ほうき持ってまずシャリリンってなった場所を見たら、あれ何も落ちてへんな、何や、じゃあちょっと先の真っ黒クロスケ見に行くぞって言って店の外出て、で厨房の裏側行ったら、何や何もないやないかって言うんですよね、そのマスターが。で、ミヤ何もないなって言って、ミヤ君の顔見たら白目向いて痙攣してる。なんで、もう分からへん、白目向いて、鈴の音が聞こえますマスターって言ってると。おいおい、ミヤ待ってと、お前もうやばい、お前呪われてるから、もうとりあえず店から離れろって、でとりあえず店から離すって、で大丈夫だったら帰れと、うん、で、なんやこの現象ってマスター一人になって言うわけですよ。 でマスター階段好きだから、なんかよく店で終わってから近くのなんかステーキ屋さんの店長さんとか集まって階段話とかもするらしいんですけど、うん、これは今マジで恐怖体験の真っ最中やぞと、ステーキ屋の店長に連絡しようと、今俺こんなことになってるから、うん、言って、その焼肉屋の入り口のレジ横にある店の固定電話から、うん、その近所のステーキ屋の店長に連絡するわけです、友達にね、何々さん、今まさにわしの店で怪奇現象が起こってるって、すごいことになってる、今ミヤが白目向いて
鈴鹿鈴鹿とか言ってどっかなんかもうやばいことなってるし真っ黒黒すけなんか見えたし、うん、えらいことなってるぞって言ったら、うん、そのステーキ屋の店長がおマジっすかマジかちょっと俺すぐ行くからそのまま動かずに待っといてくれよって、うん、いやさすがにわしもそれ一人でおるから怖いからちょっとそれはできんかもしれんけどみたいな会話をしてる、うん、でもマジでちょっと俺も今怖いんやって言いながらこの焼肉屋のマスターが店の入り口のドアのガラス戸鏡をガラスを見たんですよ、うん、そしたら もちろん夜だから反射するわけじゃないですか、うん、ならなんかおると店の中に、うん、ちょっと待て店長店の中にわし以外の誰かがおる、うん、なら正規の店長おいマジか大丈夫かおいみたいな大丈夫じゃないかもしれんなんかおるとでよーくそのガラスを見たら厨房の中にあの伊藤四郎さんの顔そっくりのおばちゃんが立ってるらしいんです何それでももうそのマスターが言うにはもう伊藤四郎って言ってたから横分けの眼鏡の、うん、伊藤四郎さんみたいなおばちゃんが立ってると、うん、でもおばちゃんなんです、うん、伊藤四郎みたいなおばちゃんがおるってなってでこれここでどうするかですよ何やこのおばちゃんはと、うんでも確実に今見えてるから、うん、振り向いた時にやっぱりいたらもうむちゃくちゃ怖いと、うん、でも今の状況の時点でもう怖いと、うん、じゃあもう振り返っていなかったらラッキーやから、うん、振り返ろうと思ってせーのでパッて見たらいなかったおお何やあのおばちゃんみたいなっていうことがあってそれ以降ちょっとマジで店長も店の中でそういう怖い話とかしたらあのおばちゃんが出てくるからはぁ怪談話なりをするのを控えたっていう、まあ、そういうお話です、ね、その肉屋さんは まだあるんですかまだありますね実際そのお店で僕話聞きました、ね、で状況ここでこうやって電話してたら反射して おばちゃんがおったんや大阪大阪うわちょっと行きたいようなこれもう行きたなってるやん何か分からん謎のものが多いのでこれはコメント欄ワクワクしますよああまあね考察してもらって、うん、その真っ黒クロスケが何なのかとか車輪とか、うん、鈴の音が聞こえる宮君が白目向いてとかね、うん、これは何度も味わえる階段あると思いますそうですかありがとうございますいやー、ほんと、落語みたいでした。紙にも分けて。あれ、分かれてたからね、多分それ。分かれてました。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。貴重なお話、ありがとうございます。本日のゲストは、松原谷さんでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。